えぎつばさ12月5日から1932年9月18日は、明治、大正、昭和時代の官僚、政治家、陽名、めぐみすけ。1873年12月5日、山口県五章村に、酒造業を営む羽村茂作の三男として生まれる。山口高等中学校予科、本科を経て、東京帝国大学法科大学 A 法科へ、 進学、1897年5月17日に、数密顧問館、文部大臣、貴族院議員となる、江木和幸の養子となる。同年7月、定大を卒業し、大学院に進学。1898年12月、文官高等試験に合格。1899年1月、内務省に入省する。神奈川県事務官、法制局参事官。 1910年、拓殖局部長を歴任する。1912年第3次、桂内閣で内閣初期官庁に就任。その後、1914年の第2次、大熊内閣。1924年の第1次、加藤孔明内閣でも初期官庁を務め県政会、立憲民政党系の官僚政治家として台頭した。この間に、 1916年10月5日には、貴族院議員に直選され、1920年には、法学博士号を受けている。1925年、第2次、加藤孔明内閣の司法大臣となり、第1次、若月内閣でも留任した。1931年の第2次、若月内閣でも、鉄道大臣として入閣し、民政党の歴代総裁からの信任が厚く、 民政党の知恵袋と評され、同党の有力な総裁候補であったが、病のため辞職した。同じ官僚系の伊沢滝夫とは、圧力があり、対立することもあった。1932年9月18日、前月に死去した養父の後をうかのように死去。前年から胃がんを患っており、それが肝臓にも転移していた。宮廷宅地は、1980年に、 高山庭園として一般開放されている。ありがとうございます。